お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、クラロワリーグでの話をですね、というか、まあ、お話というか、まあ、振り返り的なのをですね、まあ、話したいなと思いますね。ちょいと、まあ、適当にリプレイ流しながらですね。で、まあ、どういう話というか、まあ、振り返り的なのなんですけど、まあ、そのクラロワリーグで、まあ、僕ファブゲービングに所属してるんですけど、で、まあ、チームとしても負けてしまって、まあ、なんていうんですかね、まあ、シーズン1が、まあ、とりあえず終わってしまったっていうことで、まあ、その話なんですけど、で、昨日僕らワイルドカードをかけて、まあ、ポノスと1戦目試合したんですけど、でも、ボコボコのボコにやられましたね。いや、本当に全くっていうぐらい叶わなかったですね。いやー、マジでも思い出すだけでほんま悔しいですね。ポノスさ、みかんさんだったりテンゴット、まあフチパイセン、ライキさんがいるチームなんですけど、そうですね、僕は昨日 2v2 に出たんですけど、いやー、2v2 な、チームとしてというか僕らめちゃくちゃ成績良かったのに、まあ負けて、しかもボコボコにされたっていうのが、まあすっごい悔しかったですね、あれは。ほんまに、いや、マジで思い出したくないです。まあけど、あれですね、僕ら負けたんですけど、まあそのポノスが、ワイルドカード、その後も、そのみかんさんが1セット目と、まあ3セット目取って、そのワイルドカード獲得っていった感じで、まあ勝ってくれたらもうほんま嬉しかったっすね。てか、まずそうっすね、もうほんまにみかんさんやばいっすね。だって一人で1セット目取って、まあ2セット目、まあ、2v2 でまあ敗れてしまったんですけど、また3セット目みかんさんが取ってみたいな。で、今までもみかんさんが3セット目を取って勝ってみたいな。もうあの人マジでやばいっすよね。ほんまにやばい。マジでみかんさん、半端ないって、ほんまに。ほんまに。あれはやばい。もう言ってみたかっただけっす。はい。はい。で、まあ、ポノスがなんとか上がったんで、まあ、これからトーナメント上がっていって、最終的に、まあ、ゲームイズですね。が決勝で待ってるんで、まあ、日本対決見たいですね。っていうのは、すごい思います。はい。で、僕らは、なんだろうな。何話そう。話すのむずいんですよね。まあ、そうっすね。まあ、でも、クラロワリーグのおかげで僕は、初海外ですね。初海外を経験できたんで、もう、それで十分まではあるんですけど、まあ、十分ではないか。まあ、そうっすね。いろんな経験させてもらいましたね。いや、でもな、めちゃくちゃ悔しいですね。もうシーズン1ここで終わってしまって、結果7位かな。結果7位でもう終わって、またシーズン2が、その9月からかな。9月、今年の9月から、また始まるんで、いや、そこではマジで勝ちたいですね。個人としてもですし、チームとしても、マジで今度こそはもう優勝したい。はい、ですね。いやー、なんだろうな。自分の成績は、まあ別にいいわけではないですけど、まあぼちぼちだったんですけど、まあワンオンワンとかもっと勝ちたかったっていうのはすごいありますね。でまあ 2v2 が、まあ僕と焼き鳥がほぼ固定だったっていうのがあって、結構見てる方、意外と思うかもしれないですけど、毎回焼き鳥っていう名前の選手とですね、まあ、2v2 2対2ずっとやってたんですけど、毎回焼き鳥ラットやみたいな思ってた方いるかな、まあいるかもしれないですけど、でお話しするんですけど、いろんなまあ 2v2 のペアをですね、話してたというか、まあ練習してたんですけど、毎回僕と焼き鳥がまあ2対2出てるっていうことだったので、違うペアのその練習もしてたんですけど、例えばまあ僕とケンツの
ペアですね。僕のケンズのペアで練習してたんですけど、あれはというか、ないっす。もう僕とケンズはマジで 2v2 向いてないです。普段から仲いいんですけど、 2v2 とかになるとマジでもう息が合わないというか、もうなんかお互いカリカリするというか、まあそういう感じになってしまって、まあ、2v2 でまあ僕とケンツは向いてないなっていうのにはなったりして、まあそうやっていろんなペアを試していって、まあ、結果ずっと僕と焼き鳥がまあ 2v2 のペアでやっていってましたね。そうですね、とりあえずもうシーズン1が終わったんで、まあ、次はシーズン2、もうマジでシーズン2は今みかんさんがめちゃくちゃ注目されてますけども、僕がそこの枠を取りに行きたいですね。マジで個人としてはもう無敗で1対1とかもう勝ちまくってですね、マジでもうファブを優勝へ持っていきたいですね。本当にマジで勝ちたい。はい、なんでそうですね、シーズン1、まあ残り、まあ、ポノスとゲームイズの試合残ってるんですけど、まあ、そこも応援しつつですね、シーズン2はまあファブもですし、まあ僕もですね、めっちゃくちゃ頑張るんで応援してもらえたらなと思います。でと言ったものの、はい、そうですね、マジで来シーズンは、まあ、頑張るのは当たり前なんで、頑張るというか、まあそうですね、もう負けないようにというか、まあ頑張るのは当たり前なんで、頑張りますというか、まあ、勝つんで、ぜひ応援してもらえたらなと思います。はい。ではまあ、そうですね、僕喋れないんで、まあ、こんぐらいかな。はい。で、まあ、あとはこのリプレイ、多分中途半端なんで、このリプレイ流し終わって、終わりですかね。でもシーズン2まで時間長いんで、まあ、それまで逆に僕らはシーズン1はもうここで終わってしまってるんで、他のまだ試合が残っているチームよりは準備できる期間が長いんで、まあ、そういった面ではシーズン2では有利な形で臨めるかなと思います。いやークラロはやばいっすね、本当に。試合とかでも、緊張するんですかとかたまに言われますけど、毎回緊張しますね。僕結構緊張してないように見えてるかもしれないですけど、あれめちゃくちゃ緊張してて、もう手とかはまあそんな震えないんですけども、僕毎回試合に立つたびに、まあ、1on1もですし 2v2 もなんですけど、毎回足がすごい震えてですね、いつまで経っても緊張は解けないですね。まあいい緊張感と言いますか、まあ毎回緊張はしますね、なんだかんだで。けどあそこの舞台に立ってやれるがもうめちゃくちゃ楽しいですね。すごいワクワクしますね。はい、という感じで、まあリプレイ終わったんで、まあ、こんぐらいで終わりにします。はい、ということで今回はまあただの雑談といいますか、まあ、振り返り動画でした。ということでバイバイ。